エコールノルマル音楽院はフランスパリにある私立の音楽院。フランスで高等教育機関に認定されている私立の音楽院は本校のみである。オーギュスト・マンジョがピアニストのアルフレッド・コルトーに呼びかけ、1919年に創立、設立された。設立に参画したコルトーは当時のパリ国立高等音楽院の教育が演劇や舞台音楽などを含めて専門家。 細分化していたことに意義を唱えており、音楽の現象に立ち返った総合教育を行う教育機関が新たに必要という動機を持っていた。その後、ガブリエル・ホーレによるパリ音楽院改革や教授による双方の教授職の掛け持ち、学生の交流を経て歴史的対立は影を潜めた。現在に至るまでフランス国内外の著名な音楽家が講師を務め、 また著名な音楽家が多数輩出されている。歴代の講師陣としては、フルートのピエール・イブアルド、工藤・シャゲノリ、ファゴットのパスカル・ガロはバイオリンのジャック・ティボー、室内楽のクリスチャン・イバルディ、作曲のアンリ・デュティユー、平井義久、アルテュール、オネゲル、ボール・デュカス、オリビエ・メシアン、エディットル・ジェ、ミッシェル・メルレ、四季のピエール・デル・ボー、ドミニク・ルイツなどがいる。 また留学生の受け入れを積極的に行っており、現在では日本や韓国、中華人民共和国、台湾などアジア圏からの留学生が多い。なお、入学に際して年齢制限を設けている国立高等音楽院や地方音楽院、県立音楽院といった国公立の音楽院に対し私立の音楽院である本校には入学時の年齢制限がない。学科は 以下の6学科から構成されており、さらに楽器や分野別に専攻、専門クラスが区分けされている。子供、アマチュアクラス、マスタークラス、上級課程、演奏家高等課程などがある。準備課程、編集上級課程、編集第5課ほど及び第6課ほどには、教育、音楽演奏の両課程が設置されており、音楽演奏課程で学ぶには、 音楽教育課程のディプロム試験に合格する必要がある。高等課程、編集第6課ほど音楽高等ディプロムを与えられた、企画及び声楽専攻の学生は、コンセルテイスト高等課程に、作曲専攻などの学生は、ペルフェクシオルマン課程に在籍することができる。専門コース、編集サルコルトは、パリのエコールノルマル音楽院の校舎に隣接する、中規模のコンサートホール。 建築家、オーギュスト・ペレによって、アールデコ様式で設計され、現在は歴史的建造物に指定されている。ありがとうございます。